本草綱要丹波丹波万々長見2020。二千二十年八月五日相変わらずボツボツ切れております申し訳ございません。もう一回ねここから行きたいと思います。まずし万行の本文から。 三行の儀書正万行儀書小説、第四、小寿、消防書正万な仏に模索、我まさに仏の人力を受けて、 さらにまた、少女消防広大の儀を演説すべしと、仏の玉枠く、すなわち溶けよと、昭万な仏に申して申さく、少女消防広大の儀とは、すなわちこれ無料なり、一切の仏法へ八万四千の訪問を接するなり、 議書本文我まさに仏の人力を受けてより家は第二に商業を明かす。 我まさに仏の人力を受けてより以下は真理の教えをしっかり身につける少女消防の実践すなわち行商を説明する私に曰く正しゅう出生の義を明かすなり私はこの部分が少女消防から愚動者の願いも実践も全て出生する生まれいずるという意味を説いていると解釈をする。 また開いてふたなし、これを二つに分ける。第一に、ただ修行証を明かし、第二に、その時世尊は証万諸説のより以下、証を終わるまではまた如来の惨状を明かす。第一に、まさしく少女消防の実践を説明する。第二に、 その時世尊召喚の説くところの何々においてより以下章を終わるまでは仏が召喚武人の説く少女消防の教えが真実である旨をたたえる第一の正しゅう行召を明かすにつきまた分かちて三つとなし第一のまさしく少女消防の実践を説明する部分を三つに分ける。 1> 第1にまず行商の体を出す第一に少女消防の実践に関する本質すなわち行商の体を述べるえ行うに摂書の説また能商の体ともいつべしあるいは少女消防が愚道者の優れた働きや利益を出生させるところの本体すなわち能商の体、えー、とよくう、ま、産む方ですね。 産む方、お母さんの方ですねであるということを解く部分と言ってもよい第二に例えば河野初めて上ずる時より家は正しゅう出生の義を明かし第三に世尊少女の消防と少女消防とはより家は総則を明かして持ってものの義を釈す 第2に例えば皇の初めて上ずる時より以下は愚道者の優れた働きや利悪が少女消防から生ずる意義すなわち出生の義を説明する。第3に世尊よ少女の消防と消防を少女する者とはより意義は以下は相続することの意義を明らかにして人々の疑いを晴らす。 第一の中にまた三つありて第一に名を受け第二に虚長したまい第三に庄万な仏に申してよりげは正しく行態を言い出す第一の少女消防の実践に関する本質を解く部分をさらに三つに分け第一に庄万部人が仏の教えを解ける 受ける。第2に昭万部人が説くことを仏が許したも第3に仏に申して言うより以下はまさしく少女消防の実践に関する本質を示す皆見るべし皆経文を見よ <laughs> あのやはりあのえっ、ー、とひいずるところの天使フリークだとね あの王子の口調で再現されますね。いいですね、はい、非常に嬉しいです。「広大の義と一派曰く業態なり「広大の義というのは少女消防の実践に関する本質を言う「一に曰く先の句を調すと」と一説には先の三大岩に関する一句を表示したのだという。 すなわちこれ無料なりより家は皆広大を釈すすなわちこれ無料なりより以下は全て広大の義を解釈している八万四千の訪問とは余裕に帰することあるもってしかも今は帰せざるなり八万四千の訪問という言葉については他の注釈書に記してあるからここでは省略するということですが私はちょっと解説を入れていきますね えーと先ほどここまで読んでたんですよね「エオンや吉蔵の注釈書には元号教の、えー、説明を抱しているから大使はこれらを指してこの碁の説明を省略したのであろう煩悩の数や煩悩を召した特性の数を8万4千に当てたり釈像の説法が数多い」というので「8万4千の訪問と呼ぶなどの解釈はいささか根拠がないと言わねばならない。 ただし仏弟子アーナンダいわゆるアナンが自ら営じた詩の中に私はブッダから8万2千の教えと修行僧たちから2000の教えを得た私はこれらの8万4千の教えを得得している以上テーラーガーター10 10241024下とあるからこの方が8万4千の訪問についての正しい伝承であろうというところのまあ実際テーラーガーター あるので、えー、それを持ってこようとして、えー、落ちましたね <laughs> はい、えー、今手元に出しました鳥鳥り,、えー、り出すは仏弟子の告白テーラーガータ、えーテーラーガータガータですね伸ばさないですねテーラーガーター中村先生の役でございますねなんか後ろの方にあった覚えがあるんですね えーとですね、30ずつの「四苦の修正」というところのサーリプッタの次にですね出てきますねちょっとこれ読みましょうかねえー、とありますね「100024私はブッダから8万2000の教えを受けましたまた修行者たちから2000の教えを受けました」 こういうわけで8万視線の教えが行われているのですと、このようにありますね。まあ、全部読みたいのは山々なんですけど、ちょっと長くなりますので省略しますね。多分ね。結構こう。えっ、ー、と私が配信を始めた。結構初期にこれも読んでいますけど、まああの全部残ってないですからね。あの消しちゃいましたからね？全て。 あのもう一回読んでもいいなと思いますけどこの本もですね長らく絶版になってたのを、えー、復活してて本屋さんで見つけてですね普通あまりこういう文庫本ってね、えー、ないですよねあの置いてないですよねでもその時たまたま見つけておおと思って買ったんですねこの本はねえっ、ー、とですね「注釈を見ますと」 この詩の作者は聖典編集の血獣のことを知っていたらしいという注釈がありますね。それだけですね。うん、それでは産業の儀書に戻ります。 万行の本文。例えば河能をめて上ずるときあまねく大運を起こして収式の雨及び主従の宝をふらすがごとく格のごとく小寿消防も無料の 福砲及び無料の前言の雨を降らす、世尊また今後の初めて上ずるとき、大水の集まることありて三千大船改造、及び四百億の種々の類種を出生するがごと、 格のごとく少寿小法は大衆の無料の改造と、一切菩薩の人数の力と、一切世間の安穏気楽と、一切世間の如意の自在と、及び出世間の安楽と出生す 五条いし天人のいまだえざるところ皆仲よりずずずず以上が本文ですねちょっとあの字が潰れてて見にくいのでもしかしたら違ってるかもしれませんが、まあ、とりあえず今できることを最善を尽くしますではここから義書本文 第二に、その出生の業を明かすにつき、およそ四日あり。第二の愚道者の優れた働きや利益が、生じ消防から、えっ、ー、と、生ずる意義を説明するのにあたって。四つの例えを挙げている。およそ、じ、えー、ゃ、分かちて、二たっとなし。これは二つに分けられる。 第一に初めの2日は法のよう出生することを明かし第2に後の2日は人のようよく出生することを明かす第一に初めの2つの例えは真理の教えをしっかり身につけるという教えすなわち少女消防が優れた働きや利益を生み出していくということすなわち法の出生を明らかにしているあとの2つの例えは 真理の教えをしっかり身につけた人すなわち少女消防の人、えー、少女消防の人が優れた働きや利益を生ずることすなわち人の出生を説明している、まあ、法の出生と人の出生しかるを知るゆえんな先のに日は直ちに少女消防といいて全難にを表さず。 後の2日はすなわち合の中に皆全男女といえばなりなぜかというと先の2つの例えは少女消防のことを説くけれども少女消防を実践する両家の青年や女子については述べていないからでありまた後の2つの例えでは少女消防を実践する両家の青年や女子について説明しているからである。 第一に法のよう出生するを明かすうちの二日につき自ら分かってふたっとなす第一に初めのうん違う違うそこでさっきの二つの例えをさらに二つに分けよう第一に 運行の日は運行の例えはその音符の儀を明かす第一の雲が湧き起こるという大運の例えは大運が全てのものを覆い隠す意味を明らかにするいう心は8時以上の少女消防は養主状の敏人を音福す つまり第8次以上の愚堂者が治める少女消防は心の貧しい人々を覆い守ることをし、えー、示しているまた第2に大水の例えありてその先頭の猶を明かす第2の大水の例え大水の例えは大水がすべてのものを洗い流す働きのあることを明らかにする いう心は8時以上の少女消防はまた用紙上の狂いを先頭すつまり第8時以上の駆動者が治める少女消防は人々のあらゆる心の汚れを洗い流すことを示している第1の 運批につき、すなわち貝と強盗ありて、ふたっとなす。第一の代うの例えを分けて、貝、回、え、避、ー、すなわち例えをあげることと合皮、すなわち2つの例えを結びつけることの2つとする。 例えの中にすなわちしくありて食の例えは「孔の始めて上ずる時は8時以上の新人の初婚に例え大肉のよう大運大運を起こしては王人の説法に例う」「食の初めの句の例えば孔の初めて上ずる時というのは8時以上の駆動者にとって 真理そのものを身体となす信心が初めて得られることを例えている。大肉のあまねく大運を起こしてというのは人々を狂化するために信心真の身が具体的な姿をとってすなわち王人の仏として説法することを例えている。うん この肉は皆農耕の少女の,のために火をなすこの肉は少女消防が優れた働きや利益を生ずることを例えている第三句の修士の雨はよく五条の陰を生ずるに例え第四句のおよび主従の宝をふらすはまたよう五条の蚊を生ずるに例う第三句の 舟期の雨を降らすというのは少女・消防の教えが人間・神々・少女の位に達する人自ら悟る人、具動者の5つを、えーとえー、と人間・神々・少女の位に達する人あらかんということですか自ら悟る人縁学とか正問ってことですか弔問演学ってことですかねが具動者。 まあ菩薩ですかの5つを生まれさせる原因となることを例えている第4句の「えおよび主樹の宝」というのは少女称号が人間神々少女の位に達する人自ら悟る人愚道者という5つの家宝を生ずる教えであることを例えている。 この肉は皆所長の五条のために火をなす。この肉は少女消防から5つの家宝を売る人々が生ずることを解くための例えである。大肉の合皮に参加ありて、食の核のごとく少女消防もは、神の脳症の中の五情と運行とのに日に合わせガス。 次に、えー、合否2つの例えを結びつけて説明する合否に3句がある諸句の初めの句の「格のごとく少女消防は」というのは諸句のこの世の初めの例えとあの要するにあのなんて宇宙ができていくそのできていく過程ですね第2句の大雲,が大雲が湧き起こる例えを合わせることによって 第八次以上の愚道者に新人が誠の身体が初めて得られて隠して人々に救いの手を差し伸べて狂気することを説明しているえっ、ー、とちょっとちょっと追い越しましたね「言う心は八次以上の新人の諸根に覆たれて物を消すこと」。 すなわち義は強情に雲の起こるに同じ気なりだからその意味は2つの神の2つの教えに一致する大肉の無料の福法は退いて神の書状の中のおよび主樹の宝をふらすに合す第大肉の無料の福法をふらす雨ふらすというのは先に戻って 先に述べた「少女消坊」から5つの家宝を得る人々が「生ずる」という例えすなわちおよび「主寿の宝」という句に合致する。 いう心は八字以上の少女は翌五条の蚊を生ずることをすなわち際主樹の宝をふらすに同じつまり第八字以上の具動者の治める少女消防が原因となって5つの蚊帳を得る人々を生ずる結果になるということでありその意味は主樹の宝物を雨とふらすことと同じである。 第 3, うん、第3句のおよび無料の前言の雨を雨降らすは越えて神の書状の中の収縮の雨にかす第3句のおよび無料の前言の雨というのはさらに先に戻って先の少女消防から5つの家宝を売る人々が生ずるという例えの。 終式の雨雨を降降ららす、雨降らすという句に合致する「言う心は用語上の因を生ずるとすなわち義は衆式の雨を降らすに同じ気なり」つまり少女・消防が5つの家宝を売る人々を生ずる原因になるということでありその意味はもろもろの色形あるものを雨降らすと同じことと雨降らすことと同じである。 第2の大水の日につき開いて三つとなす。第2の大水の例えを3つに分けて。第1に回避、第2に合日、第3に並べて会と合同と消す。回、え、避、ー、と,と合否と会合比、すなわち回避と合否を結論付けることとする。 この中にまたしくありて食のまたこうの上ずるときはまた八時以上の新人の諸婚にひし大肉の大水え大水の集まることありてはまた王人の説法にひすまず回避の中に四句があって食のまたこうの初めて上ずるとき 何々がごとしというのは第八次以上の愚道者が真理を身体となす信心真の身体を初めて得るということを例えている 2> 第二句の大水の集まりあり手というのは人々を狂気するために信心を変えて王人となった仏が説法することを例えているこの肉はまた 皆農将の少女のために火をなすこれらの肉は少女消防が優れた働きや利益を自ら生ずることを表す例えである「あ平川さん、こんばんこばは。第三句の三千代千改造は要菩薩の大乗生ずるに必し、 第四句の及び四百億の主々の累衆を出生すはよう至上を生ずるに必須。 第3区の「三千大仙改造を出生する」というのは少女消防が具動車の教えである大乗を称ずることを例えている。第4区のおよび「四百億の手寿の累衆」というのは少女消防が具動車自ら悟る人これ円楽とかに聞こえるんですけどやっぱり。 なんか違うのかなえー。精舎の位にあ消耗円楽っていう意味で使ってるんでしょうかね。えー、と逆から述べてますね。菩薩円楽正門ですかねえー。精舎の位に達する人、神々と人間の四者に対応する教え。すなわち四条を市場ですね。を生ずることを例えている。 第二の合皮にすなわち極ありて次に合皮について極がある食の格のごとく少女消防はまた神の脳症の中の合情と大水との二皮に合わせがす食の格のごとく少女消防はというのは先に挙げたこの世の初めの例え、まあ、この世の初めの例えというか宇宙がだから生成していくという。 ですね、えー、それと大水の例えとの2つを合わせている「いう心は八字の新人の初根に応たれて法を説くことをすなわち際向上に大水の集まることあるに同じきなり」つまり第八字の愚道者が新人誠の身体を初めて得て 隠して人々に救いの手を差し伸べて教えを説くことは天地が初めて創造される時大水の集まりがあるのと同じ意味である「第二句の大乗の無料の改造と一切菩薩の人通の力は神の書章の中の三千大千改造に合致し第三句の一切世間の安穏家楽は 人情を挙げて神の四百の中の一百衆に合し、大宿の一切世間の如意の自在は天情を挙げて神の四百の中の二百衆に合し、内獄の及び出世間の安楽と出生すとは二乗を挙げて神の四百の中の三百三四百衆にともに合す 第2句の「大城の無料の改造」と「一切の菩薩の人数の力を出生する」というのは初めに先に挙げた少女消防から生じた三千大戦世界の集まりを出生することに合致するまあ三千大戦世界でまあ宇宙のすべてみたいな意味ですけど第3句の 一切世間の安穏家楽というのは人間界に生まれる家宝を解く教えすなわち人情と先に挙げた400億の陸地のうちで第一の100億の陸地に例えている第四句の一切の世間の尿意自在というのは神々の世界に生まれる家宝を解く教えすなわち天井を先に挙げた400億の陸地のうちで 第五句のおよび出世権の安楽というのは少女の位に達する人に対する教えすなわち「正門城」あやっぱ「正門」ですねと自ら悟る人に対する教え円楽円楽城の2つを先に挙げた400億の陸地のうちで「 第三と第四の百の陸地に例えている二乗は同じう三階を譲ることを明かすがゆえに共に合するなり第五句に出世剣とあるように。 彰文城と円学城との二つの教えを実践する人々が同じく迷いの世界を越えて、えー、越え出ているから両者を合わせて例えるのである「工場内し天人のもといまだ得ざるところ皆仲より図は第三に並べて海と強とをす」。 こう上手とき、ないし、天人にも、もとより未だ得ざるところのもの、皆、仲よりいず、というのは、戒費と合費を結論付ける戒合費を述べている。戒上とは、戒費の初、戒費の所取り、天人のもと、未だ得ざるところとは、合費の末を取る。こう上手、 上ずる時というのは回避の始めをとり天人にももとよりいまだえざるところのものとは合否の終わりをとっている出世権の安楽はこれ天人のもといまだえざるところなり。 そして迷いの世界を超えた出世権の安楽は神々や人間がまだ享受していないものなので日はその正を取り合はその末を取りて中間はこれ略すがゆえにいしという回避はその出世権の安楽の初めを取り 合否はその終わりをとって中間を略すからないしというのである。皆仲よりずとは大仙改造及び四百億の累衆は皆甲の中よりでまた天人のもとより未だえざるところは皆少女より生ずることを並べて決するなり。 皆中より譲るというのは三千代千世界の集まりとおよび四百億のさまざまな陸地がこの世の始めに大水の集まりから生まれずるということと神々や人間がこれまで享受したこともない出世権の安楽が愚動者の実践の根本である少女消亡から生まれずるということと並べ上げてたとえの結びとするのである。 この日日に三つ割りてズべしこの運行と雲が起こると大水との例え2つの例えを3つに分けて考察しよう人には元のために火を成してすなわちに日な子を始めて上ずる時というがゆえに文も胃も皆同じ1つには仏の信心という根本を示すために例えを挙げ 二つの例えはいずれも甲の初めて成ずる時というだからこの場合は文も意味も同じである二つには尺のために火をなして先の日はあまねく大運を起こすといい後の日は大水の集まることありというがゆえには言いわいつにして文なことなり二つには仏が新人から王人に姿を変えて 人々を救う働きを示すために沸き起こる大運のたとえと大水の集まりのたとえの二つを挙げているだからこの場合は意味は同じであるが文は異なっている 三つには書状のために日をなして先の日は忍の合して因果を弁じ後の日は人を弁じて因果を合するがゆえに文もいもみな異なり三つには少女消防によって生じた事柄を例えている先の例えは出生についての因と化原因と結果を論じて 少女消防を実践する人を兼ねて説いている。後の例えは少女消防を実践する人を論じて、原因と結果を兼ねて説いている。だからこの場合、文も意味も異なっている。しかれどもまた退院なし、けれどもこのことに本質があるわけではない。 ただ、証人の説法は互いにあげて明か,明かせるのみ。ただ、商者、商マンは両面から解いてその教えを明白にしようとするだけである。えここから、商マン行の本文に行きます。ちょっと見えるかな。 また大地の四十団の辞するがごとし何らおかよっとなす一つには大会二つには所詮三つには草木四つには主情なり格のごとく消防を成就する全男子全女人な 大地を建立して死守の住人の下布するに堪能なることかの大地に超えたり何らをか四つとなすいわく全知識を離れたる無門秘宝の主張は 人間の前言のもってこれを成熟し、証文の求むる者には証文状を授け、円楽を求むる者には円楽状を授け、大状を求むる者には授くるに大状をもってす。 れ号を生ゅする全男子い全樹にな大地を混流して死守の住人をカフするに堪能のなりと名づく世尊よ格のごとく生涯を生ゅする全男子い全樹にな 大地を混流して死守の住人を家父するに堪能にしてよく首上のために不傷の友となり大秘を持って首上を暗にし相みして世の法もとなるまた大地に死守の宝蔵あるがごとし何らをか四つとなす一つには無限二つには 「うん、う二つには城下三つには城下四つには下下なりこれを大事の四種の宝像と名付く」。 格のごとく消防を生殖する全難し全女人な大地を建立して主張の詩手の最上大法を何らをか四つとなす消防を生殖する全難し全女人な無門秘宝の主張には人間の苦毒全根をもってこれを授与し 正門の求むる者には正門状を授け、縁額を求むる者には縁額状を授け、大城を求むる者には、授くるに大乗を持ってす、核のもとく大法を売る主張は皆、称号を生じする、善難し善よに、この既読、 ゲウの孤独を売るによる世尊大宝蔵とはすなわちこれ小寿小坊なり義書本文いきますまた第一のより家は出生を明かす中の第二に人のよう出生 うん、しゅしゅ出場することを明かすその前にちょっとお経のダイジェストをちょっとまとめてさらっとお話を持ってった方がいいですかねえー、とまず前半の部分第一が大会 所詮諸々の山、草木、主情という四つの重荷を支えていることを例えに出して正しい真理の教えをしっかり身につけた愚道者は大地よりもはるかに重い四つの荷を,い荷を担い人々から壊れないのに進んで良き友すなわち不祥の友壊れない友ですね不祥の友となりノリの母法の母となることを説くうんそれか私 値だから「か」と読んだんですけど五音読みですから「げ」の方がいいですね「中下上下」「中下下下の方がいいですね。えー、とその第四の例えとして「宝蔵」の例え「宝の蔵」の例えをい出し「第一が「死種の宝を埋蔵して人々の利益をもたらすように。 真理の教えをしっかり身につけるという少女・消防の大宝像は人々をして人間界や神々の世界に生まれさせる道少女の位に達する道自ら悟る道そして優れた愚道者の道に入らせて素晴らしい利益や幸福を得させると説くそうですねちょっとあ,のあちこちに飛んでいますけどあの雲の例えのところもですねちょっと簡単に。 えーと先の方の例えですね読んでいくと「古代インドの世界創造神話のうちで出生説に基づいてまず大運大きな雲大雲と大水大きな水」の2つの例えを取り出し少女消防の任すなわち真理の教えをしっかり身につけた人は仏教のすべてを把握して実践する人であることを明らかにしようとする。 これまで少女消防が具同者のあらゆる願いを報奨するものであることをすなわち願書願いを収める願書を説いてきたのでここからは <laughs> 少女消防が具同者のあらゆる実践を報奨するものであることすなわち行書を説く特に注釈している大使は願いも実践もすべて少女消防から出生するという見解に立っているのが注目される。 私はこう思うっていうところがいろいろありましたねそれではいきましょうか「また第一のよりげは出生を明かす中の第二に人のよく出場することを明かす」。 また第一の何々が如年より以下は、少女消防から出生する者を解くうちの第二として少女消防を実践する人の出生についてであり、中に月また二日ありて、自らおのずから蓋となす、二つの例えを出す。第一を絨毯の人を名付けて、 八字以上の大事の主情を、家父するの儀を,を明かし、第二を宝蔵の人名付けて、八字以上の大事の主情のために、運蔵するの儀を明かす。えーと と濁った方がいいですかね。はい、ごめんなさい。えっ、ー、と初見で読んでるので、なかなか思うようにはいかないです。すいません。はい、勉強不足ですね。はい、えーと第1話重きにをすぐ絨毯の教えと名付けて、第8次以上の優れた。ぶど者が生ける者たちを担ってゆくという意義を説明する。第2話法蔵のたとえと名付け。 8時以上の優れた御堂者が生ける者たちのために心中に心の中に真理の宝を造しているという意義を説く第一の絨毯の日につきすなわち快と強盗ありてふたっとなす第一の絨毯の教えを快飛と合飛の2つに分ける。 費につきすなわち二ったりて第一に初めの肉は八時以上の農部の人のために火をなし第二に何らをか四つとなすより、家は処部の方のために火をなす第一に初めの肉は四種の重き二の担い手たる第八字以上の具動車に関する例えである。 第二に何らおか四つとなすやより以下は第八次以上の愚道者に担われる四種類の重き荷に,に関する例えであるしくわりていつに大会とは菩薩にしつゆう心は広く主生を抱くこと抱くことすなわち大会の 奉納無休なるがごときゆえにもって人なす。第一句の大会とはすな、具道者たちに例える。すなわち、大会が生ける者たちをことごとく抱きかかえて極まるところがないように。具道者もまた生ける者たちを広く救うということを例えている。 二に諸仙とは円楽上に必須言う心はまことに皇室なることを終戦の高きがごとき故に持ってゆとなす第二句の諸ろ諸々の山というのは自ら悟る人たちを例えるすなわち高い山々が他の多くの山よりもひときわ高くそびえるように。 自ら悟る人たちは他の人々よりも一段と優れていることを例えている「密に草木とは証文状に必須言う心はその頭、うん、数の反対なること草木のごときがゆえにもって人なす第三句の草木というのは少女の位に達する人たちを例えるすなわち彼らは草木のように 主々,種々雑多にわたるから草木を例えにしている四つに主情と一派共に人間上に必須人間上はただ障子の中にあることを主情の書書に受賞するがごとき上にもってたとえとなすなり第四句の主情というのは人間や神々を例える。 生ける者たちがさまざまな迷いの生存をとるように人間や神々は生じ輪廻の世界にいることを例えている 2> 第二の合否は分かちて三つとなし第一に正しゅうがし第二に合を決し第三に能部の人の三段す次に第二の合否を三つに分ける。 第一に例えを総合することすなわち称号正しく合わせるで称号第2に例えを結論づけることすなわち結合もしくは決合ですかね言いにくいですね第3に4種類の重きにを担う人をたたえること第1のただ集合する中につきまた二ったりて第一には農部の 農部の人の日に合し、第二には諸部の法にがす第一の正午をさらに二つに分けるまず四種類の重きにの担いでたる人についての例えを総合する 次にその人が担わされる4種類の重き荷についての例えを総合する「かの第一に越えたりと一派、字はまた、えー、ただ行を追うのみにて大事の行と浸透金を置いて」。 教えて悪を改め善の主世むるに仕かざるがゆえにかの大地に超えたりという第一に、かの大地に超えたりというのは大地はただ形あるものすなわち物質を担うだけであるから具動者が身体と精神の2つを担い人々をして悪を改め善を治めさせるのには及ばないそれゆえに の第二の「諸部の方に合する」においてただ統合してまず「修上の日」に合する見るべし第二にその人が担わされる「死守」の「重きにについての例えを総合している文についてであるがここでは「 合比に挙げる四つと順序が逆になっている。えっと人間や神々についての例えば合比の中の第四句を見るがよい。 正門より家は神の草木の日にがし円楽より家は神の所詮の日にがし大乗より家は神の大会の日にがす少者の位に達する人もう正門でいいんじゃないかなって気もするんだけどえ正門については草木の例えに合致し自ら悟る人円学については所詮の もろもろの山の例えに合致し大乗の人については大会の教えに合致しているすなわち「うーん」「う心は八時以上の大事用語上の主情を追うことをすなわち義は大地の日の詩手を追うに同じきなりすなわち第八時以上の優れた御道者が五種の教えすなわち人情天上」 庄文城円楽城菩薩城を実践する人々を重きにとして担ってゆくことは大地が大界諸仙草木主城の4つを担ってゆくのと意味は同じである第2の「豪を決する」は見るべし次に合飛の第2「結合」については「結合」については「経文」について見るがいい。 世尊より下は甲の中の第三に能部の人の三段数。世尊より以下は第三に4種類の重きにを担ってゆく人を称える文についてであるがそのうち友とは互いに救い合うことを本義とするあ愛救うですねを、 義となす甲の中に「農夫の忍の三段す」「友はこれ装具を義となす」「しかれどもこいて後に救うはすなわち真の友にあらざるがゆえに不祥の友となるという」「だから友より救いを壊れて後に彼を救うのであるならば真の友ではない」「うわすごいですね」「助けてという前に救ってあげないといけないよね」 それゆえに不祥の友となるという、えー、壊れない友、えー、ちょっとここで注釈を読みたいと思います。太子の結間行儀書にも仏国本の就任不詳、えー「友」これをず「安図」「安図」の文を解釈するうち宗慶の言葉「真の友」は「 幸運を待たず守りて守ること、自母の英治に赴くがごとしを引用している。まあお母さんもそうですね。あのまあ置いといて、はいえー、相手の恋を待つことなく進んでその友となるというのが不詳の友の意味であることが知られる。無料教にも 「えと諸々の類をなすこと」「のの不祥の友をなす」とあって大乗の駆動者が実行する利他行を表現する句として有名であるまた次の「世の法もえ法の母」を説明する言葉は右の宗家の言葉にある「自母」の例えに基づく川口英会氏のチベット役「小万行」に「 あこれあるんですね。見たいですね。うん、見,見ましょう。世の性法もは相当か箇所を法をもって世界の母となると訳している。なるほど。なるほど。はい。えー、と、さて、それでは続きをに戻りたいと思います。 菩薩のものを消するは地物英字につくがごときゆえに世の方もとなるというなりまた悲しみえ悲しみじゃない慈しみ深い母が緑子を世話するように愚道者は人々を強化するから愚道者を世の方もすなわち真理の教えを自他共に体得している地母だから地母,母ですね仏教の読み方だと範の母という。 えー、その地もとなる世の方もとなるというまた第一に四種の宝蔵あるがごし、よりげは第二の宝蔵の日にして八字の修上のために運蔵となるの儀を明かすまた第一に四種類の宝蔵あるがごし、 より以下は第二の宝像の例えであるすなわち 第8次以上の具動車は人々を救うために自身のうちにもろもろの働きや特性を集め増しているという意味を説いているすなわち「会と合とありてふたっとなす」これに解否と合否の2つの意味がある。 回費の中にまた二つたりて、第一にただ周費し、第二に火を消す。第えー、回費を二つに分けて、第一に消費、ま、え、さ、ー、しく例えを言い出すこと。第二に潔費、例えを結ぶこと。ただ周費する中にまた二つたりて、第一に初めの肉は、 能運造の法のために火をなす見るべし第一に初めの肉はもろもろの宝を集め造している主体者たる消防を庄寿する人をたたえている経文にあたって理解されたい第二に諸運造の法のために火をなす第二に消防を庄する人によって所蔵されているところの 真理の教えたる宝を例えている。しくわりて無下とは菩薩,菩薩上に比し上下とは円楽上に比し中下とは消門上に比し下下とは人間上に非す。これに四句がありそのうちの無下,、えー無,下ですね、無下というのは値段のつけられないほどの価値ある具動者の道を例え <laughs> あの値あることなしっていうことなんでしょうけどまああのねあの無価値っていう風になると日本語だと、ね、価値がないになってしまうんですけどプライスレスという風になると、まあ、価値がつけられないとこういう風にあに同じことは無学とかねそういうところでも仏教用語としては。 世間の用語違ってきますけど置いといて、えー、無価値がないというのは値段のつけられないほどの価値ある愚道者の道を例え上下、えー、と上の値というのは上位の価値ある自ら悟る道を例え、まあ、正門ですね中下自らだから自ら悟るんだから円楽ですねごめんなさい中下というのは中らいの価値ある少者の位に達する道を例えこれが正門ですね ゲゲというのは貝の価値しかないところの人間や神々の世界に生まれる家宝を説く道を例えているこれを史上の宝蔵と名付くとは第二に決するなりこれを第一の死守の宝蔵と名付くというのは第二の潔癖へ結んだ例えである第二の合皮につきまた三つありて 1> 第1に正し集がし第2に散段し第3に即を明かす次に合否を3つに分ける第一に称号すなわち例えを総合すること第二に真理をしっかり身につけた人々をたたえること第三に相則を明らかにすること ただ集合する中にまた二ったりて第一にの運造の日に合し第二に諸運造の日に合す称号をさらに2つに分ける第一に諸々の宝を集め増する主体者の例えに合致していることを説く第二に所蔵されている宝の例えに合致していることを説く 主上の死守の最上、大宝とは、下に死守あり第二に、主、えー、上の死守の最上の大宝大きな宝を得るなりというのは、この解釈に4種類がある。第1下に曰く、五条の善なぎは、五条の禅のぎのですかね、五条の善な、 まあい,いや、義は主情に属し、八字の大字は、八字の大字は、これを備えて心に置くがゆえに主情法を言うというと、第一の解釈、人間に生まれる家宝を解く道をはじめとして、優れた具動者の道など5種類の教えによって始、始める善は、 五条ああの禅は義は主条に属していいんですね。えーえー、と本来道理として人々一般の人々に属しているのであるが八字以上の位にいる優れた愚堂者はすでにこれらの禅を残らず自己の心中に増しているそれゆえに人々の宝を得ているという意味で主条の宝を売るなりという。 第二に曰く、八字以上の大事は四種の主上を供養するの法を売るが故に主上法と言うと。第二の解釈、八字以上の優れた駆動車は四種類の人々を供養する宝を得ている。それゆえに主上の宝を得るなりという。第三に曰く。 少女消防は死守の主生を供給するによりて売るがゆえに主生法をうというと第三の解釈「少女消防は4種類の人々を供給することによって得られる」それゆえに主生の宝を売るなりという。 うん、なるほど第四下に曰く四種の主上の善言なあ並びに八字の菩薩によりて売ることをなすがゆえに主上法を覆うというと第四の解釈4種類の人々の善を治める力はいずれも第八字の駆動者に依存して得られるそれゆえに主上の宝を売るなりという。 しかるに第一と第二の下はただ本来を言うに異なることありてうん本末を言うに異なることありて第一は同じ気に似たりしかしながら第一と第二の解釈は前者が本元すなわち狂気する側後者が末すなわち狂気される側を中心に述べている点で異なるが 意味は大体類似しているうんまあそうですね第三と第四との下はただそれ売るところ上下書くことなり故にごもいも皆同じからず 第3と第4の解釈はその得るところのものが神としての少女消亡と下としての主張の前言となっているから上と下とおのおの異なり従って語も意も皆、えー、言葉も心も意味も皆異なっていることになるしばらく大しのげは門に置いてすなわちびんなり ごめ弁な,なりですね、弁ですね。第四の、えー、と解釈はこの極の解釈に好都合であるが、ただしこれ、いまだ所運造を合せず、所蔵されている宝の例えに合致しないものである。うん、そうですね。 光に後の結問をもって押すことをなすにまたこれなるところありけれどもこれには後に出る結びの文章から押して考えれば死とうとされよう。第三の下は「よきはすなわちよし正しいそれこれを取ることを甚だと押し」第三の解釈は「 悪い解釈ではないがこの文言の解釈としては取り上げにくい「第一と第二とは思うに従いてもちることをなせ第一と第二の解釈は各自の見解に従って採用してよろしい」。 シカルニシシの宝の中にはただ無限のみ最上なりなんぞ皆これ最上なりということを得るところで4種類の宝の中では無形なるものがだけが最上であるがなぜ4種類の宝全部が最上と言われるのかといえば昭和レッドカヌルをもってのゆえに通じて最上と称す一般に優れたものは 劣ったものを兼ねているから総括して最上とするのであるまたいわく世の密は四十上して上下となるがゆえに通じて上、えー、最上とな称すとまたある説では無下を除いた他の3つは1つに合わせて上下、えー、上の価値上下となるから総括して最上と称するという。 何らをか四つ,つとなすやより以下は第二に所蔵されている宝のたとえに合致していることを説く。 無門より家は、髪のげ下げに合し、正門より家は、髪の中下に合し、円額より家は、髪の上下に合し、大乗より家は、髪の無下に合す。無門より以下は、先のげげ、えー、下の値に対応し、正門より以下は、 先の中下中間の値に対応し円額より以下は先の上下、えー、上の価値に合し大乗より以下は先の無下、えー、ない値、まあ、プライスレスに合する対応する額のごとくより家は合の中の第二に誕じ世尊より家は合の中の第三に底を明かす えとちょっと抜けた、えー、格の、うん、ごめんなさい、えー、格のごとくより家はあいいのか、えー、と格のごとくより以下は合否の中の第二真理をしっかり身につけた人々を称えるしかるに先の絨毯の火はた,ただ消してしかもそこを明かさず ああ、ごめんなさい、1個抜けた「世尊より以下は合皮の中の第三すなわち相則を説明する「しかるに先の絨毯の日はただ決してしかも即を沸かさず今この宝蔵の日には即してしかも決せざるは先の絨毯の日はすなわち真のもっておうとなすといい字において難しかるべし」 カカタルごめんなさい <laughs> 頑張れ私。地においてカタカルベシしかるに追うことは私にあらざるがゆえに即の義は真詰めしゆえに決して即を明かさず先に挙げた絨毯の教えでは少女消防に結びつけてはいるが絨毯がすなわち少女消防であるという両者の相続を説明しておらず 今この法蔵の例えでは法蔵がすなわ位少女消防であるという両者の相続を説明しているが少女,少女消防に結びつけていない。 ちょっと、ちょっとさっき言った。えっ、ー、と、放造の日は、たとえて、宝、ありと言うがゆえに、即の義は諦めかたし、しかれども身をもっておうにあらざるがゆえにことにおいて、安かるべし。ああ、ちょっと追い越した。うん、合わなくなった。ごめんなさい。えー、っと、うん、そのわけは、これか、な。そのわけは、 先の絨毯の教えは、愚動者が自身で重きにを負うていくというのであるから、実際においては極めて困難なことであろう。字においてカタカルべしですね、えー。しかるに負うことは、他心にあらざるがゆえに、即の義は死んづべし、ゆえに決して即を明かさず。しかしながら、自分で負うという意味は、他人の人が負う,うのではないから、当然、相続の意義のあることは信じられよう。 それゆえに両者を結びつけているが相続の意義をあえて説明しないのである。宝蔵の日は例えて宝ありというがゆえに即の儀は諦め方ししかれども身をもって追うにあらざるがゆえにことにおいて安かるべしこれに対して宝蔵の例えはまず例えとして宝がある。 とと言っているるるののであかから、ら意義を明らかに知ることは難しい。しかしながら宝があると言っても自身で重き荷を負うようにして行くのではないから実際に宝を得ることは優しいであろう。故に即してもって決せざるなりそれゆえに両者の相続を解くがあえて結びつけることをしないのである。 月先の絨毯の日にはすでにかの大地に超えたりといい今この宝蔵の日には直ちに主情を宝を売うというはこれまたこのようなじゅうするなり先の絨毯の教えではかの大地に超えたりと述べ 今この法蔵の例えでは直ちに主上の宝を売るなりと言っているのもこれと同じ意味である。 と、またですね。本文に入りますが、ここがちょっと意外と長いので。1回切ろうかなと思います。はい、ね。ちょっとこの第4章が長いですので、まああの思うように読めませんけどね。えー、っと枠を切り替えて続き読みます。 生出し炎上金剛、生出し炎上金剛、生出し炎上金剛。またの書道ありがとうございます。ごきげんよう。